牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去った。真島は佐川、西谷といった誠を狙う勢力とともに彼女を連れ去った白いスーツの男を追う。間もなく浮かび上がってきたのは、かつて真島もその一員だった東条会の影。彼らはすでに神室町の不動産屋を使い、密かに誠を神室町へ立たせていたのだった。彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許された真島は、かつて自分が極道として生きた神室町を目指す。ただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害に他ならない。もう許してください。さっきの威勢はどこ行ったんだぐらい。え、ほら立てや。立てっつってんだろげ。助けて、殺される。何見てんだ。いいえ、何でもないですわ。この野郎、ふざけたまねしてんじゃねえぞ。くれ。立てつってんだ。収穫あったか、真島ちゃん。ただ町歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。ああ。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間が神室町で幅利かしてたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。ふん、勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から
空の一壺を100億で買い取るようになる。何やと？近江連合の狙いはズバリカムロ町そのものだ。空の一壺はカムロ町再開発計画の鍵を握っているからな。そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東上界の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東上界が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東上界を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか。そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東上界を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東上界のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえけど、近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってのは。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。カムロ町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったわ。ずいぶん話がちゃうやねえか。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。何あんた。この辺に橘不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどな。ちいと話聞かせてくれんか。あんたもどこかの組の人？いや、そんなんちゃう。まあいいや。ここ何日かは橘さんとこの人は来てないよ。来るのは地上げのヤクザだけ。俺らも立花不動産の人たち探してるくらいでね。でもなんかヤバいことになってるみたい。ヤバいこと？堂島組に追われてるってさ。俺も詳しくは知らないけど。そうか、大きにな。やっぱりあんただったんだな真島さん。お前ら島の組の町の門からあんたを見たって知らせがあってな。今頃蒼天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよ。組から消されたあんたがカムロ町で何してる？
ちょっと話聞かせろや。事務所まで面かせ。いや、悪いけど急いどるんや。また次顔出させてもらいますわ。つれねえことを言うなよ。それにあんた、自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ。親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ。何黙ってんだよ俺。下っ端がエラなったもんやな。いつから俺に備え口叩けるようになったんや。決まってんだろうが、あんたが組に逆らった時からだよ。相変わらずですね、真島さん。うん、若い者のご無礼をお許しください。このお詫びにお連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今急ぎの用がある。島野の親父があなたをお呼びです。なんやと。それより大事な用があるということでしたら遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。何遠慮しとるんや、真島。少し身内に酒あかんようになったんか。いえ。何も怖がることないで。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。で、用ってのは何なんだ、兄弟。そらこっちのセリフやろ。兄弟こそカムロ町には何の用で来たんや。ったく負けたよ。どうせ全部お見通しなんだろ。でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな。牧村誠が蒼天堀から逃げた。今橘不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てる。ほう、そうないなことになっとったんか。せやけど安心せえ、全部わしの計画のうちや。何？どういう意味ですか？そもそもな、真島、わしがお前に牧村誠を殺せ言うたんは、お前には殺せんと踏んどったからや。おい、なんだそれ。わかるやろ、真島。わしはお前以上にお前っちゅう男をよーし知っとるんや。
目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は女殺せんとどっかにかくまったんやろ。わしの狙い通りにな。何やと。説明してくれんだろうな兄弟。その前にお前らもう空の一つは見たか。あ、空の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。そんな土地が今東城会の鍵を握っとる。道島組の連中が大金つぎ込んできた神室町再開発計画、その生き死にが殻の一粒にかかっとんのや。もし堂島総平がその土地を手にしてみ、そっから生まれる再開発の利権を手土産に東城会の後目や。あんな頭の足りん小物がトップになったら東城会はしまいやで。せやからそれを邪魔しようとしとるんが堂島組の若頭風間や。風間慎太郎ですか。せや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが登場会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬いうのもその風間の手下や。桐生一馬。風間も親の堂島には表立って立てつけん。せやから立花不動産中兵隊を使ってるっちゅうこっちゃ。はそれ言ったら兄弟も同じだ。今は直系の島の組も元を正しゃ堂島組の系列。堂島総兵ってかつての親に弓は引けねえ。だから組から名前消した真島ちゃんを使うしかねえんだろ。せやな。で兄弟の狙いは何なんだ。殺せと命令してまで牧村に真島ちゃんを近づかせた理由は。信頼を得るためや。口約束とは違う本物の信頼をな。なるほど、愛か。せや、女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらん。いずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになる。それがわしに土地を売れいう話でもな。女は好きになれば何でもする。愛は盲目ってやつか。そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく身隠してもらう必要があった。何のために。東城会内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちにはわしも東城会は取れん。女が消えたら案の定動き出した東城会の人間がおった。それが日教連のセラや。あのセラを動かしたんはお前の手柄やで。真島、風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった。はセラなら俺が始末しといたよ。いや、あいつはまだ生きとるわ。今日神室町でセラを見たもんがおる。あ、なんだと。それでええんや。殺すには早い。バックに風間がついとることさえ分かっとれば逆に日教連を利用できることもある。真島、お前もう牧村誠は殺さんで。
そん代わりあのお嬢ちゃん立花不動産から取り戻してわしんとこにお連れせ。大事な客人としてやわしがきっちり10億で土地買うたる。それさえうまくやったらお前東条会に戻したるわ。女もお前の好きにしたらええ。お前惚れとんのやろあの女に。だがなあいにくその女がどこにいるかわからねえんだ。全部お前の計画のうちってんなら手貸してくれよ兄弟。ふん、女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生や。せやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ。錦山も風間の子がいや。風間組の事務所によう出入りしとる。やれやれよかったな真島ちゃん。女は殺さなくていい。東条会にも戻れる。与えられた仕事さえ完璧にこなせばな。いいことずくめじゃねえか。これでみんなハッピーってわけだ。せやからええ話がある言うたやろ真島。ただのピエロ中負けか。おい落ち着けよ。負けてきれんな。もうパチンコなんかやめろって。うるせえんだよ。おいおいてめえ待てよこら。なんかこいつヤバくねえ。バカやべって。肩ぶつけたろが。謝れっつんだよ。どうでもええ。は好きにせえや。マジかよ。おれ上等じゃねえか。あよっしゃ俺にもやらせろ。あれあれあれ。おい待て。誰だてめえ。真島言うもんや。堂島組の錦山来とるか。え、錦山さんのお知り合いですか。いやこれから初対面や。ああてめえふざけてんのか。何者だこれ。錦山おらんのか。うるせえ。おめえもういいから帰れ。ここどこだと思ってんだ。ほら
消えろっつんだよ。よせ、そいつはマジマだ。お前らの手に負える相手じゃねえ。マジマって、マジマ五郎ですか。3年前島の組から消されたっていう話だったがな。間違いねえ。あんた誰？風間組若頭の柏木だ。あんたが錦山に何の用がある？あんたには関係あらへん。ええから錦山出せ。俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのか？なんやと？お前は登場会から抹消されてる。ここはお前が来ていい場所じゃねえ。ええ加減にせ。俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいボケが。錦山も桐生もお前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。真島、場所を変えさせてもらうぜ。この神聖な事務所、お前の血で汚されちゃかなわねえんでな。こない小汚い事務所でよう言うわ。ま、ええやろ。俺が面倒見てるビルでな。好きに使わせてもらってる。お前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ。ほんまにあんた一人でよかったんか。今からでも遅ない。手下呼んでもかまへんのやで。それじゃつまんねえだろ。俺もお前とは一度やり合ってみたかった。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の佐賀ってやつか。派手に行こうじゃねえか。追っ始めようぜ、マジマ。行くぞマジマ。バケモンが風間組にはおったんか。か、柏木さん。ええとこに来たやないか。錦山っちやつはどこや。さっさと答えんとこいつの左目えぐるで。俺と揃いにしたる。そんな真似さすな。セレナって店だ。天下一通りにセレナって店がある。錦山さんはよくそこで飲んでる。そうか。おらんかったらまた戻ってくんで。いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店
錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか。ええ。誰だ、あんた。真島いうもんや。お前は。あんたの探してる男だって言ったらどうする。俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠いう女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったか、あんた。ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場界に復帰したってことですか、真島さん。まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ。あの子を守るためって言うたら信じてくれるか。何？お前の兄弟分はどこや。牧村誠どこに隠しとる。錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何がわかんだよ。今ので何もわからんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レイナ下がってろ。やめてほしいんやったら言えや、錦山。桐生はどこや。待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ。ん？よせ、レイナ。彼女なら姿を消したわ。もう桐生さんの元にもいない。なんやと。どういうこっちゃ。錦山くんも今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話。3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうんは。知らないのか。立花哲、立花不動産の社長が彼女の実の兄だ。何やと。二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは
そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのにどこ行ったんだ。最後に女見たんはどこや。西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったな。あれ本当なのか。ああ、だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ橘に合わせる顔がねえ。クソ。殻の一壺は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが殻の一つを。まことなんやろ。そないなとこで何してるんや。お前まこと、あなたにはまた会えると思ってた。